こんにちは、丸さんです。これ丸とさんで丸さんねだから何、ついですね、本屋さんの店頭とかコンビニの雑誌売り場とか、それからネットのタイムラインに流れてくる、こうなんていうのかな、レビューというか、おすすめみたいなところで、あ、これ面白そう、欲しいと思ってつい買ってしまう雑誌があります。そんな雑誌を、一冊一冊紹介していく動画を今作ってるんですが、今回紹介するのはこれです。黄色いです、これ。危険な読書、やばいですよね。でしかもこれ何がやばいかっていうとね、実はこの危険な読書って今までにも出ていて、これ自身が、2017年1月15日号と2018年1月1日15日号と2019年1月10あ1月15日号かの3冊分を一つにまとめた、本です。危険な読書シリーズ3冊分を総まとめと書いてあります。なのである意味1冊分の値段、1冊分のお値段で3冊分おいしいというやつですね。はい、人生を変えちゃうかもしれないあの1冊ということで、実はこれね、おまけもついてるんで、それまた後で紹介しますね。これ、ここに後ろに書いてあるんですけど、これ後ろに書いてあるんですけど、この世に、あ、違う、もう一回ちゃんとね、後ろに書いてあるんだから、この世に本は2種類しかない。読むに足らない本か、読んでもろくなことにならない本。みたいなね、読むに足らない本か、読んでもろくなことにならない本。この世にはこの世に本は2種類しかないあります。どんなのか書いてあるかなって見ますね。ちょっとね、端折りながら、危険な読書です。やっぱりね、本の持ってる力ってあるんですよ。これね、活字離れとかね、読書離れというレベルじゃなくて、なんだろう、この本が持ってる魅力というのかな、魔力と言ってもいいかもしれない、で、いきなり出てくるのが、荒俣宏先生と、こちらは滝本誠先生、ね、出てきます。本当ね、なんかこうね、怪しい、いきなり怪しそうな本がたくさん出てくるんで紹介されてるんですよ。吉松合同さんは、こう読書に対して自分の中の怪物に出会うって書いてあります。自分の中の怪物ですよ、なんだろうそれみたいな。あとは荒唐無稽を味わう高木聡太さんとかね、文学の副作用、小野正嗣さんと倉本沙織さんの対談とかね、それからね、このちょっと面白いね、ポリティカルな読書の勧めというので、僕の友人でもある、あの発行デザイナーの小倉平久さんが出てたりとかね、なんか面白いです。思想よりアクションで社会を変えよう、なんかそうかもしれないね、で、この写真がね、インパクトありすぎ、内藤仁さんっていうね、知ってる人は知ってるよね、まあ、コメディアンでね、昔僕が子供の頃にはね、ハードボイルドだとみたいなので出てきた内藤仁さん、もう亡くなりになりましたけど、その方の、なんだろう、本棚じゃないんですよ、もうこれ。本が積んであって、それが壁状態になっているという活字熟読者の本棚。本当に、日本、冒険小説、なんだっけ、日本冒険小説協会の会長でもあった内藤さんですね。新宿のゴールデン街に深夜プラスワンっていう、ね、バーがあって、僕も一回だけ行ったことあるんですけど、やっぱ読書大好きな方だったそうです。これね、どうやってこの本をみんなで片見分けしたのかな、気になりますよね。まあ、出版社の紹介であるとか、作家さんであるとか、本当にね、この一冊の中に何冊の本が紹介されてるんだろうって、それ数えるだけでもね、結構一苦労するぐらいです。たくさんの本が紹介されてます。それで最近の僕がちょっと思ってるのは、
今ね活字離れとか読書離れ、本が売れない、書店が、まあ、潰れてしまう、閉店してしまうみたいな話があるんですけど、一方で本のある場所に人が集まるという傾向があります。例えばブックカフェだったりとかブックホテルだったりとか、まあ、本棚のような、ゲストハウスだったりとか、なぜかねその本に対する憧れ感みたいなものは根強いんですよ。そこはね なんて言うんだろう、活字離れがあっても本からは離れきれない人間、日本人がいるんじゃないかなって今思っています。逆に本来だったらそういう読書にはまり込む、のめり込むというのかな、そこの楽しさを実はこう味わえる層、クラスターというか層というか、その人たちが実は、本読みたいんだけど、まあ、毎日スマホのねあのメール見たりとか、SNS 読んだりとか、まあ、そういった中でいわゆる活字がそちらでこうお腹いっぱいになっちゃって、なかなかこう憧れの対象である文学作品であるとか小説だとか、あるいは思想とか哲学書とかね、まあ、それ以外でもビジネス書でもいいんですけど、いわゆるこの本を読む機会を奪われていることによる渇望感というか欠乏感というか、それがなんかね根強くあるんじゃないかなって感じが今してるんです。実は本離れではなくて、もう別の媒体で活字お腹いっぱいになっちゃうので、本当なら読みたい本が読めない状態になってるっていうことがもしかしたらあるんです。しかもその読めないことに対するすごいこう憧れというか、渇望みたいなものがあって、なので本を持っているとか本が目の前にある、本に囲まれているという状況をすごく望んでいる。でなかなか活字を読むとこまではいかないんだけど、そうですね、そういう本をテーマにした、例えば本をテーマにした雑誌が売れるっていうのも一つかもしれないです。今ちょっと見てて面白いなと思ったのは、この人、この人の漫画も好きなんです。森泉武人さん、森森林の林ね、森木が三つの森と泉、武人、これ武人っていうの、ちょっと武人さん、山岳の岳に土と書いて武人さんと言います。この人ね面白いのは、確かね漫画家なんですけど、書き方がねすごい面白かったなと思って、割り箸じゃなくてね、なんか変な画材で、あったあった、水と墨と爪楊枝と割り箸で描く、漫画家さんですね。はい、この方はなかなか僕もちょっと注目している方ですね。まあ、そんなのがありまして、でこの危険な読書なんですけど、さっきちょっと最初の方にちょっと言いましたが、これ実はね付録がついてます。付録、何だと思います？これね、ネットフリックスでやってる全裸監督っていう、西村監督っていうね実在の人物の、まあ、ドキュメンタリーというのかな、まあ、ちょっと、まあ、いろいろあると思いますけど、その映画の用の、なんていうの、こう昔でビニボン風パンフ、いわゆる映画のパンフレットが入ってます。まだ実はまだ開けてません。こんなのも一緒に閉じられています。でその後にあるのが、私の価値観を180度変えた一冊、やばいですよねこれのね、それが紹介されています。僕は何だろうな、180度変えた本ってあったかな。一時期これ旅の本に憧れを集中的に読んでた時期がありましたね。何々への旅と何々への旅みたいな。あとは SF が多いかな、読んでたので言うと。これもね、危険な漫画というのもありますね。夏目房之助さん、対談し島田和志さん。漫画もね実はやばいんですよ。僕自身もほんの少しだけですが、月刊漫画ガロっていう出してたセイリントっていう会社さんに、ちょっと関わってたことがあって、やっぱりそういうところでこういわゆるなんていうのかな、少年なんとかっていう感じの漫画とはまた違う世界があるっていうのを知って、
柘植義治とかね、白戸三平とか、そういうものも影響は僕も受けてますよね。で最近は本当に漫画も侮れないなと思っていて、この間ある模擬面接の面接官をやったことがあって、で、そう受けに来る学生さんの、履歴書に趣味読書って書いてあるんですけど、よく聞くと漫画なんですよね。なんでその読書って書くと活字かなって思うんだけど、実は漫画読んでますっていうこともあって、そういったところも実は本当は評価してもいいのかなって今思ってます。趣味漫画を読むこととかね、それもちゃんと書いちゃう。でどういう漫画をどういうふうに捉えたかっていうことを自分の言葉で説明できるような、そういうことがこれからいいんじゃないかなと思うと少し思ってます。あとこの後半、理系読書99。理系の読書もね、最近すんごい面白くて、この間何だったっけな、なんかね、詩人のための量子力学みたいな本があるんですよ。でちょっとタイトルちょっとうろ覚えで今思い出せないですけど、そういうね本も結構面白いですよね。また小倉平子君の本が紹介されてる。平子君のね、発行それは微生物たちの小宇宙っていうのがあって、酒の科学、あこれ紹介なんだ、酒の科学で、酵母の進化が酵母の進化から二日酔いまでっていうのがアダム・ロジャースさんが書いてる本があって、それを紹介してますね。数学とか物理とかね、宇宙論とか、結構今いろいろ面白い話題がたくさんあるんですよ。もちろんインターネットで検索すればそれで出てき、検索結果として出てくるんですけど、あえてこう本を紙の本をめくりながら読む、あるいは電子書籍をこうスクロールしながらっていうのかな、読む、なんかそこにこうすごく今改めて何か感じるものがありますね。本当にこう、じっくりなかなかね、本をじっくり読むという機会が少ないっていうか、時間がなかなか取れないっていうのも正直なところあるんですが、それでもこう1ページ1ページ読んでみるっていうこと、その面白さっていうのかな、引き込まれ感というか、ネットでは味わえないその魅力があるような気がします。最初に言わなかった、これ雑誌としてはブルータスという雑誌です。ブルータス特別編集、人生を変えちゃうかもしれない、あの一冊、危険な合本、危険な読書、この黄色いやつね。値段もねそんな高くないの、本体価格815円、1000円しません。で3冊分の合本です。これねちょっとおすすめ、手元にあってもいいかもしれない。こんなのどうですか、僕も買っちゃいましたけど、ぜひ気になったら見てください。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。